どうも影やんです。今日はですね。友達は別に多くなくていいということについてお話ししたいと思います。えっ、ー、と僕はですね。その友達としてはですね、えー、少ない方やと思うんですね。うん、そんなに多くいないという状態ですね。今の。 状態で言うとただですねあのー、かなりねその自分の中でねこの人はつながっていてその人間関係をちゃんと育んでいきたいというかそういう人たちが今友達でいるという状態なんですね。で以前はですねその僕が独立する前とかは結構友達が僕は多いと思ってたんですねその友達が多いっていうのはなんかあれですけどそのこう気軽に話し合えるような感じの人っていうのは結構いた。 つもりではいたんですねで今そういう人らとはもう縁が切れてるほとんどの人が縁が切れてる状態であってですねそれは相手が悪いとか僕が悪いとかいうことじゃなくてですね僕にとってはそこまで必要でない人たちだったんでしょうね今,今考えるとですね、えー、そういうそこまで必要ではなかったとこうドライに考えるとですよその時はその時でそのあのー、面白いこともあったんですけどもその。 結局いろいろ目標を決めてこう進んでいく中で,ですねえ自分にこうね必要な人っていう言い方が合ってるか分かんないですけどもその人間関係をしっかりこう残しておきたい人っていうのがですね今残ってる人やというふうに感じるんですね。ほんであのその僕がいろいろ最近よく考えるというかよくというかあの僕高校まで野球部をやって小学校は。 時ははは町内の野野野球球球やってて中学は野球部部高校は野球部とで僕は野球別に全然上手くないというかまあ、下手な部類やと思うんですけどそれでもね、えー、基本的にその時は野球は好きやと思っててやってて高校までやったんですけどもその高校 卒業と同時にです、ね、もう野球に全く興味を持たないようになったんですね。で、えー、プロ野球は阪神ファンなんですけどもその今で言うとそこまでその試合をしっかり見たいっていう気持ちはないんですねほとんども見んでいいぐらいですね結果をちょっと見てほで、えー、お客さんと話す時にとかその,そのためのプロ野球の情報を見るっていう程度のレベルなんですよね。でその時にですね僕高校の時にね、えー、知り合ったその人。 一人一つ下の後輩と、えー、今の同学年の人が今友達いるんですけどもこの二人にねですね、えー、出会うために僕は高校まで野球をやったんじゃないかなというふうに感じるんですねそのその後の僕の野球の興味のなくなり方っていうのはですねまあ結構な勢いで 野球に興味なくなったんですけども、その時はね、その僕はレギュラーじゃなかったとか、その大会前に怪我をしたとか、そういうことがあの野球を遠ざけたんかなと思ったんですけども、そういうことではなくてですね、役目を果たしたと今考えるとですね、役目を果たしたんですね。で、高校のそのその高校に向かってですね、その野球部、野球に野球が好きやと思って野球部に入って、そこでその2人と出会って っ関係を作った時点でですね、その、えー、役目は果たされた状態になったのかなというふうに感じるんですね。なんかそのとしか思えへんぐらいの感じですよね。で、その友達っていうのは今も続いてて、僕は相手はちょっとどうどういうふうに思っているかっていうのはちょっとしっかりとはわからないですよ。ただ僕は友達というかその大事にしたいしたい人やというふうには考えています。 うん、でそのこれからもねそのよっぽど何かがあったら別ですけどもあの大事にしていきたいしこう僕はこう結構ねその、えー、独立してしんどい状態の時も僕のことを認めてくれてですね、えー、しっかりとこうちゃんとこう僕なんかそんなにあの商売でうまくいってない時でもね、えー、対等というかしっかり そのしっかり僕の意見をこう聞いてくれたりとかそういうういい状態があったっていうことこなんですねで他の,その人というのはあんまりそういう感じでは見てなかったというか、えー、そういうところを僕は感じ取るとですねやっぱりちょっと遠ざかるところもあってですね、えー、ど,どうしてもそのマウントを取ってくる形をしてきはる人がまあまあ言いはったんでそれはそれで別にその人はねあのー どういう気持ちでやってたかまあ良かれと思ってやってたんかその何かこう言いたくて言ってたんかその辺はよく分かんないですけども、えー、そういう状態の人が多かった中でですねその、えー、野球部で知り合った友達っていうのは、えー、マウントを取ることなく僕の意見をしっかり聞いていただいてですねでその意見の交換その意見の交換はものすごく面白いんですそれは今も面白い、えー、状態になってるんですけども、えー、そういうことですね。でそういうい であるとであの今空手をやっててですねこれは友達と言ったらちょっと僕おこがましい失礼になるかもしれないんですけども先輩ですごくこうお話が僕その人のお話その人の考え方というのをすごく好きでですね、えー、すごくこうのまあ前も飲んだりしたんですけどもそういう方とのつながりであったりとかですねそのそういうことがすごくこうありがたいと。で えー、他に関してはそんなにだから友達として考えられる人はそんなにいないかなというふうには思ってるんですね。んですそういう感じです。あととちょっとねその演劇 そうですね、演劇とかやってた時の人でですね僕より結構結構下なんですけど男の人なんですけどその人ともね友達という僕の中では友達というか友達っていうかまあ年下なんですけど相手はすごい人気のある子ですごいみんなにこう好かれてる子なんであのなかなか誘ってもその。 うまくちょっと距離もありますこともあるんですけどもなかなか出会えない状態ではある今はまあコロナで余計出会えないんですけどもそういう人がいるそれもね、えー、僕はまあまあ演劇というかそういうものをこうしたいという気持ちは一応こう中にあるんですけどまだねあるんですけどもその人とのつながりがあることが、えー、その。 なんていうかね、演劇をやってその人と知り合ったこと演劇自体も好きなんですけど演劇というかその、えー、と僕がやりたいことの中の一つにそういうやりたいことがあるという中なんですけどもそ,のそこで知り合うためにそういうとこに興味を持ったということも逆に言えるんじゃないかなと思ったりもしてます。でだからその、まあ、数えるほどですわその友達としてこう いいるる人間というのは数えるほどなんでですよねでその前のその友達っていうのはですねあのー、どういうんですかね僕にこのことを教えるためにというか僕も何か教えてたんかもしれないんですけどもこのことをこのことを知るためにこう知り合ってその役割が終わったらですねもう疎遠になるという感じなんですよね。だだかかららそれはだから 僕にとって相手にとってもそうなんでしょうけどもそのいろいろ喧嘩別れとかねいろんな疎遠のなり方はあったんですけどそれはそれできっかけはそれやったんですけどもお互いに。 お互いの人間関係が必要となくなったんでその疎遠になっただけというふうに思うんですね。だただ単にその喧嘩というのはその時のきっかけやっただけで、えー、そのそのまま関係を続けるとお互いにとってそのプラスではないからですねその疎遠になる状態になるんかなと思ったりするんですね。で今日言いましたよう、ね、に友達は別に多くなくていいという言い方をこうこうタイトルとしてはさせていただきましたけどもその自分に必要な人間と必要 っていう言い方かわかんないですけどそのしっかりと人間関係を作り上げたいと思ってる人間がずっと残るんじゃないかなとそれは無理やり作るもんじゃないですねえ。一旦声かけたりなんかしてもいいんですけどもそのなかなかそんなにねあの縁がある人ってそこまでむっちゃある感じじゃないんですよね僕今 思うとですね、それちょっとこうキ合うなもちょっとこう一回飲みに行ったりとか何かあってもですね、そこからまたお互いに連絡を取ろうという気持ちにならないというか、そういうことって結構あったりするんですね。そこまで興味をがこう自分の中でもう消えてしまうというか、そういう状態なんですね。それよりやっぱりこう今のそういう野球部の友達とかだとやっぱりずっとこうまた会いに行ってちょっと話したいなと。 でこういうことを話したらどういう夜かなとかそういうで相手が喜ぶお土産というかそういう差し入れは何かなとかいろいろ考えるんでそういう人間がまあいるだけでもうそれだけでもうありがたいことやなというふうに思っております。 だから友達っていうのがたくさんいることが逆にねあんまり僕はそんなにいいことじゃないかなと思っていろんな人と会わなあかん会わなあかんというか会,う会いたいと思う人がたくさん出すぎるとそれはそれでちょっとこう妨げになることもあるかなと思ったりもしますしねということで、えー、今日はですね友達は別に多くなくていいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます